ちは、ゆうです。今日はですね、私も大好きな海苔について、特別に先生をお招きしていろいろとお聞きしながら、レシピなどもご紹介していきたいと思います。大和田先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆうさんは海苔好きなんですか？うん、大好きです。海苔、昔から海苔好きで、朝食べれない派だったんですけど、海苔でご飯を巻くと食べれてたんですよ。あ、もう日本人って海苔、昔からずっと食べてきて、美味しい食べ方を工夫してきたわけですよ。まずはですね、海苔のどんなところがいいとか特徴とかあれば教えていただけますか？ゆうさん、買い物に行くときに、海苔ってどこのスーパーマーケットとかでどこに置いてあります？真ん中って言ったらいいんですかね。なんか探さないとないですよね。探します。初めて行くスーパーだと探します。ほうれん草とかトマトはどこに置いてあります？もうすぐ入り口入ってすぐのところ。すぐのところですよね。海苔も実はですね、その植物の仲間なので、それ陸上で取れるか海で取れるかの違いだけで、乾燥してるからすごい暗い、どうか普段見ないといけないところに置いてあるんですけれども、実はどちらも植物なわけですよね。で、海苔ってどうやって取れるかとか、あまり皆さんこの形になっちゃってるから、そうですね、想像つかないわけだけれども、ちゃんと種をまいて海の中で育って、刈り取って、洗って干して焼いてこの形になるわけですね。実は野菜がね、種まいて日の光を浴びて大きくなって、僕たちが食べる、フレッシュな野菜がパッケージされてくるのと同じ感じで作られてるわけですね。そうなんですね。知らなかったです。だから売り場が違うから全く違うものみたいな。そうです、そうです。本当は海苔もですね、僕的にはですね、野菜コーナーの隣に置いてあってもいいんじゃないかと。なるほど。思うんですよね。野菜の仲間なんですね。そうなんですよ。こう植物の仲間ですね。海の植物なわけです。で、洗浄しているので塩分もないと。塩分が少なくてサラダのように食べれる野菜であるっていうのがね、一つの特徴になるわけです。野菜っていうと女の人こう、サラダ大好きですよね。なんで女性はサラダ大好きなんですかね。ヘルシーで体に良さそうなイメージですね。こう若返るイメージもあるんですか。うん、あります、あります。なんかフレッシュな感じ肉ばっかり食べてないで。そうですね、なんか体にいいことをしてる感じが出るんですよね、サラダを食べると。ちゃんと野菜食べてる方が、例えばこう肌とか髪とかお通じにいいとか、そうですね、実感あります。それはあります、実感あります。毎日だいたい食べてると、食べてます、その方が体調もいいと。いいですね。なんかこう海苔もさっきお話したように野菜の仲間なので、で陸上の野菜にないさらにいい栄養素があって、葉酸とかビタミン B12 とか DHA EPA とか鉄分とか豊富なんですよ。すごい。でビタミン C とかビタミン B12 豊富なものは、お肌とか神経系にいいので、こう皆さんの美容に役立ちますし、食物繊維が豊富なので、お通じにもいいわけですね。で、乾燥してますんで、大量に取らなくても、ちゃんとしたしっかり少ない量でしっかり食物繊維が取れるのが、そうなんですか。そうです。特別なお薬とか使わなくても、サプリメントとかじゃなくても、もう海苔自体がね、天然のサプリメントみたいな感じで食物繊維多いわけです。そうで、海苔はそういう女の人のいろんなね、日々の美容のメンテナンスに役に立っているものなんですよね。そう、野菜とか全然思わずに、その食物繊維が入ってるとも全く思わずにバリ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 食べます